はい、こんにちは、アポロです、今日もですね、音声を聞いていただきありがとうございます、本日のテーマはですね、言葉遣いで見込み客が決まるというお話をしていきたいと思います言葉遣いで見込み客が決まるですね。まあ、ブログというのは文章なので、言葉が全てと言ってもね、過言ではないと思います。YouTube とかね、動画とかであれば当然ね、その自分の姿形も見えますし、こういうね、ポッドキャストとか、音声とかね、そういうものであれば、声が聞こえるので、そういうですね、言葉というものだけじゃなくて、そういう情報も入ってくるわけですよね。この人どんな人なんだろうみたいなね、のがあるんで、メラビアンの法則っていうのがね、あるんですけど、具体的なパーセンテージはちょっと覚えてないですけど、その大体 の、その人間をですね、判断するときに、もう外見がね 70%、80% とかすごく大きな、比率を占めてるわけですよ。だから言葉とか文章とかそういうものは本当にですね、すごく割合的には小さいわけですよね。でもブログっていうのは基本的にもう文章だけなので、そこでですね、その、ターゲットじゃないですね、見込み客ですねが決まってしまうわけです。なので、例えばね、すごくこう、YouTube とかであればその人の見た目がね、すごくかっこよければ、もうそれだけで人が寄ってきたりしますよね。言葉遣いとかどうこうっていうことじゃなくて、でもやっぱりこうブログとかっていうのはそういう要素がないわけですよ。で、言葉遣いで見込み客が決まるっていうのはどういうことかっていうと、例えばですね、若い人たちが使う言葉、若者言葉ってあるじゃないですか、今流行ってるような言葉で、そういう言葉をですね、例えばブログの中にこう入れると、当然ですね、集まってくるのはそういう、同じような人たちが集まってくるじゃないですか。そこでそういう言葉を普段全然使わない人が寄ってくるかって言ったら寄ってこないんですよね。で、逆も同じで、例えばすごくこう、なんでしょうね、学者さんが使うような難しい言葉とか、そういうものがですね、このブログの中に入っている場合は、そのブログの記事ですね、の使っている言葉遣いがすごく難解な言葉を使っていたりとかっていう場合だったら、やっぱりそういうちょっと、言い方悪いですけど、若い人とか若者の言葉を使っているような人たちは集まってこないですよね。なぜなら、自分がいて居心地が良くないからですよ。だから自分の言葉遣いによってですね、見込み客っては決まるんですよね。そこを意識して書かないと、ターゲットと見込み客っていうのは違うんですけど、例えば自分がこう年配層とか、ちょっとね、経営者層とか、そういうところをターゲットにしたいのであれば、まさか若者言葉を使う人はいないと思うんですけど、そういうちょっとね、今流行ってる言葉とか崩れたようなね、言葉を使っている場合っていうのは、そういう人たちは寄ってこないですよね。で、逆にその若い人たちに向けて情報発信をしたいのに、ちょっとこう、大人びたというか、すごくこう、難しい表現を使ったりとか、そういうような言葉でブログを書いていたら、そういう若い人たちって寄ってこないじゃないですか。寄ってきても多分すぐ離れていくと思うんですね。読んでてあんまりこう、居心地が良くないからですね。なので、ターゲット、自分がターゲットとする人に合わせた言葉遣いをしないといけないということですね。そこがずれてると、ターゲットと見込み客にずれが生じるわけですよ。みんなやっぱりね、ブログを書くときっていうのは、自分の言葉遣いでね、ブログを書いてる人はほとんどだと思うんですけど、そうすると自分と似たような人がね、寄ってくるというか、それはいいことでもあるんですけど、それが必ずしもターゲットと合致してるとは限らないってことです。単純にこう趣味でね、ブログを書いてるんであればそれでもいいと思うんですけど、マネタイズをして、お金を稼ぎたいっていうんであれば、やっぱりターゲットはね、明確に決めとかないといけないですよね。誰でもいいっていうのは結局誰にもね、
買ってもらえないので、やっぱり絞り込んでこういう人たちをね、救いたいとか、こういう人たちの手助けをしたいみたいなものがあると思うんですよ、絶対に。だからその人たちに合った、言葉の使い方とかっていうのをしていかないといけないわけですね。で、これをね、なんでしょうね、そのネットの誹謗中傷とかってあるじゃないですか。よく攻撃されるブログみたいなのとかね、あると思うんですよ。ネットで情報発信してると、どうしてもそういうアンチじゃないですけど、心ないことをね、コメントしてったりする人がいるわけですよ。で、そういう人たちがなぜ、寄ってくるかっていうと、もちろん例えば記事がバズったりした場合っていうのは、やっぱりその何でしょうね、その記事を読む絶対数が増えるんで、やっぱりですね、どうしてもそういう人が紛れ込んできちゃったりするわけですよね。何か記事を上げて、それがこうなんかネットニュースかなんかに取り上げられて、バズを起こして、すごく大量の人がね、アクセスが発生したら、どうしてもですね、一定数そういうなんかアンチとか、誹謗中傷が好きな人が紛れ込んでくるんですよ。だからそこはもう言葉遣いとか関係なく、それは単純にその何でしょうね、アクセスの絶対数が増えたからっていう部分で、誹謗中傷が発生したいっていうのはあるんですけど、そうじゃないの場合、そんなに別にアクセス数も大して多くないのに、やたらと何かこう、攻撃的なことを書かれたりとか、批判されるようなことを書かれる人っていると思うんですけど、それって多分ね、その人がこう普段から愚痴っぽかったりとか、なんか不満とか不平不満とかね、人の悪口とか、そういうことをブログに書いているからなんですよね。そうすると、そういう不平不満愚痴とか大好きな人が寄ってくるわけですよ。逆に僕なんかはそういうものはできる限り中に入れたくないと思ってるんで、そういうブログとかを見るともうすぐに閉じるんですよね。見たくないから、見てそれを自分の潜在意識の中に入れたくないから、もうそういうのがあった時点ですぐ閉じても出てっちゃうんですよね。それはそのブログだけに限らず、ネットのね、何かこう書き込みとか、そういうものも含めて全部、そういう何かね、ネガティブな、ものを見つけたら、もうすぐ離れるようにしてるんですよね。だから、そういう何かこう、例えば内面的に、こう、なんでしょうね、感謝とか愛とか、そういうちょっと、ものをすごく大事にしてる人っていうのは、やっぱりそういうネガティブなもの、距離を取りたがるんで、当然寄ってこないわけですね。ブログとか、SNS のね、こうストレスの吐け口だって言って、そういう不満とか悪口とかね、書いてる人ってちょいちょいいるんですけど、それって結局同じような人を引き寄せるだけなんです。だからより一層自分も攻撃されやすくなるし、そこでね、一緒になってこう愚痴仲間が増えるってこともあると思うんですけど、それって全然こう生産性がないし、あまり自分のためにもならないですよね。だから自分の理想とする人がもしそういう人たちでないのであれば、やっぱりですね、言葉遣いを変えて、引き寄せる人というか、見込み客を変えていく必要があるわけですよね。やっぱりね、そのうまくいってる人とうまくいってない人っていうのは言葉遣いが全然違うんですよ。すごくね、こう、 うまくいってない人は言葉遣いがすごく乱暴だったりとか、言い方はですけど汚い言葉を使ってたりとかっていうのがあるんですけど、うまくいってる人ってそういう言葉を一切使わないです。使いそうになったら何か別の言い方に変えるとかっていうことをしてるわけですよね。それぐらいやっぱり言葉っていうものにすごく気を配ってるので、より一層ですね、そういうネガティブなものをね、中に入れないようにしてるわけですよね。で、逆に僕もメインブログがね、こう、人生哲学とかそういう、引き寄せの法則とかね、潜在意識とかそういうものについて書いてるんですけど、そこってやっぱりこう感謝とか愛とか貢献とかね、そういうものが結構記事のテーマになってたりするんですよ。そうすると本当にですね、そういう何かこう誹謗中傷したりとかっていう人が全然来ないんですよね。なぜかっていうと、やっぱりそういう人たちにとって、そういうね、誹謗中傷とか、悪口とかいう人にとって居心地が悪いからなんですよ。だってその人たちがね、来てこう何かこうネガティブなことを言おうと思っても、
もう愛ですよ、感謝ですよとかね、貢献ですよみたいな話ばっかりしてたら、もうなんかこう気分が悪くなるというか、なんかこうね、嫌じゃないですか、そういう人たちからすると。そうすると去っていくんですよ、そういう人たちっていうのはね。これは本当にね、すごく重要で、例えば、まあ、ブログだけに限らず、ランディングページとかメルマガとかもそうですけど、普段自分がどういう言葉を使ってるかによって、そこの集まってくる人たちが変わるんで、それを意識しないと、あんまりこうね、乱暴な言葉ばっかり使ってると、そういう人たちが来るわけですよ。まあ、分かりやすい例で言うと、まあ、これは言葉遣いっていうか、まあ、あれですけど、例えばね、もうたった5分で、1日1クリックで、月収100万みたいなのあるじゃないですか。で、あれっていうのは結局本当楽して稼ぎたいみたいな人が寄ってくるわけですよ、そういうことを言うと。でも逆にすごくこうなんでしょうね、コツコツと長期的視点で考えられる人っていうのは、そういうのを見るとむしろ離れていくんですよね。うん、そういうものは嫌だから、逆に。だからそこで決まるわけですよ。なので、自分のね、例えば売りたい商品が経営者層向けとかね、そういうちょっと、まあ、お金持ってる人たち向けの商品なのに、たった5分でとかね、ワンクリックでみたいなね、こと書いてても、まあ、響かないし、むしろ逆効果になるんですね。だからそこはちゃんと自分の見込み客に合わせて、どういう人たちがターゲットになってて、彼らは普段どういう言葉を使っているのかっていうことを意識しながら書かないと、見込み客とターゲットのズレが生じてしまうんですよ。うん、だから、本当にね、ただの文章だっていうふうに思うかもしれないですけど、それぐらい本当に、まあ、ブログにおいて、言葉遣いっていうのはね、重要な要素を占めるので、まあ、本当にそこをね、意識しながら、まあ、基本的にはこう自分の言葉で書いてると思うんですけど、それが本当にね、何かこう明確なターゲットがあってマネタイズをしたいんであれば、そういうね、見込み客の、まあ、言葉遣いとか響く言葉とかっていうのも考えながらね、記事を書くようにしていくのがいいと思います。はい、では今日の音声は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございました。アポロでした。